アーノルド、大変なことになった。映画デビルズダブルを覚えているかい？お金持ちの少年が別の少年を影武者にして、自分の代わりに危険なことをやらせたり、打ち合わせに行かせたりする話だ。というわけで今回は知り合いを助けてもらう。一日キム・ジョンウンになってもらう。想像できるかい？2500万人が君に忠誠を誓い、君を崇拝して熱狂するんだ。本当のことを言うと人民には他に選択肢がないんだが、ここでは誰もが普通にやっていることが、その国では君だけが許される。例えばヨーロッパのデザイナーが作った最高の服を着たり、ヌテラを食べたりすることだ。君が国の重要な仕事をしている間、武装した兵士の部隊や電気柵や地雷原で厳重に守られる。君のいる建物はたとえ核爆弾が爆発しても安全だ。専用の走行列車は君の家から直接乗れる。この列車の速度は時速60キロ以下だ。これは列車が走行板に覆われていて非常に重いからだ。今日一日だけ全ては君のものだ。ご覧の通り、今年の収穫はかなりひどい。1000万人が餓死する可能性がある。おそらくね。でもまだ1500万人が残る。そのトイレは20分以上入らない方がいいぞ。国家の最重要機密を確保した。仮設トイレは総書記だけが使用できる。尿と便のサンプルが集められて君の健康状態を監視する。だからスパイも君の病気を見つけることなんてできない。この街で一番高級な部屋を君だけのために用意した。チェックアウトしたら総書記がここに泊まっていたなんて誰にもわからない。セキュリティサービスは指紋一つ、髪の毛一本ですら決して残さない。さあ君の出番だ。何も言わずに笑って手を振るんだ。アメリカの大統領がワッツアップで招待状を送らないなんて知らなかったよ。こちらはアーノルド。彼は不遇の子供時代を送ったので、今その時間を取り戻そうとしているんです。アーノルド、世界には1万5000ものミサイルが存在していて、全てを合計した威力は7500メガトンにもなることを知っていたかな？実は5分前に君の方に向かってその一つを発射したんだ。電磁波パルスは現代の車にたくさん使われている電子機械をダメにしてしまう。次に衝撃波が襲ってくる。もしもその錆びついたオンボロ車が原子レベルではダイヤモンドよりも硬い炭素でできていて、この衝撃をなんとか生き延びたとしても生き地獄が待っているだろう。起き上がるんだアーノルド。爆心地からの距離を確かめなければならない。キノコ雲が見えたらその方向に腕を向けて親指を立てるんだ。もしも雲が親指よりも大きければ君は放射能帯にいる。なんてラッキーな。日焼け止めは持ってるかな？聞くわけないだろう。一刻も早くそこから逃げるんだ。少量の放射性同位元素でも君の DNA を破壊し始めている。気分はどうかな？そうだ、シャワーを浴びた方がいい。汚染されたものとの接触を避け、水で体を洗浄することで生き延びる可能性は高まるだろう。アーノルド、浄水処理はしたかな？どんなに少量の放射線であっても惑星の腫瘍の発生につながる。おめでとう。核爆弾を生き延びられたし、今後ハロウィンの仮装は必要なさそうだね。でもこれで終わりじゃないぞ。もし地球上の誰かが核弾頭ミサイルを発射させたとしたら、連鎖反応が起きるだろう。世界中の核爆弾が解き放たれる。こうして本当の世の終わりがやってくるんだ。この世界から抜け出す時が来たようだね。アーノルド、写真なんて撮って大丈夫？すごく悪いニュースだ。実は世界中の政府が倒れて、独裁者たちがその国を支配するようになったんだ。まあみんな自分の国から出られなくなったから、その場で生活してその国の幸せのために働くことになったのはいいことかな。でもこうした体制の下ではほとんどの人は住宅地で暮らせなくなって、刑務所で暮らすようになるんだ。法律がとても厳しいし、おかしな法律もあるからね。文明の恩恵も忘れることになる。自分の国だけのために働くから、国と国の経済はもう必要なくなってしまうんだ。ただしそれが意味するのは、
例えば君の国に車を作るような重工業がない場合、新しい車が手に入らなくなるんだ。せいぜい安っぽい自転車が最高の贅沢になるんだ。ソーシャルメディアが全部消えるわけじゃないんだけど、友達と大切な話ができるのは森の奥深くに行くか、ラジオを思いっきり大きくしている時だけになる。髪を切りたい時もどんなヘアスタイルにするのかについて地方政府の許可が必要になるんだ。彼らが認めるヘアスタイルの数なんてすごく少ないんだけどね。最悪なことは、今や全ての国がお互いに潜在的な敵国になっていて、お互いに警戒していることだ。だから国のほぼ全ての資源は軍事力の増強に使われるんだ。そして悲しいことに、誰かがある日頭がおかしくなってその赤いボタンを押すことになる。アーノルド、君は世界を救ったよ。君の色覚異常が世界を救うなんて誰も想像しなかったよ。こちらはアーノルド、君は旅行が好きだよね。さあ、タイムトラベルだ。ここは2100年だ。この子のコンタクトレンズはインターネットにつながっていて、君に関する情報をあっという間に収集できる。結局童貞のまま死ぬのかな。この宇宙エレベーターに乗れば海抜3万5000キロまで上昇できる。そこには地球の自転のエネルギーで発電する装置がある。そっちは人体のパーツショップだ。代わりの指を探しに行こう。ここでは遺伝子からその生物を作り出すことができる。だから動物園には恐竜、ドードードリ、ネアンデルタール人までいる。何か食べるかい？この 3D フードプリンターは人工的な細胞、合成小麦粉、ミネラルから食べ物を印刷する。しかも味は今の時代よりもずっと美味しい。素晴らしい世界だろ。だが全く違う未来も存在する。核戦争、温暖化、パンデミック。これもまた我々の未来だ。科学は諸刃の剣だ。いいこともあるが、人類を滅亡させることもできる。こちらはアーノルド。またまたトラブルに巻き込まれたみたい。アーノルド、バカな真似はやめるんだ。隣には億万長者の大統領がいるんだ。彼に聞けばいい。ところで、どんな条件だったんだい？トランプにおもちゃにされるのは君であって僕ではない。君はこれから丸一日大統領になるんだ。どうしておもちゃになるのかって？これを見ればいいだろう。ポテトチップス、ハンバーガー、コーラの山だ。死にたいのか？エッグマックマフィンとコーラを朝ごはんに食べたら、セキュリティサービスとミーティングをして書類にサイン。ああ、書類が台無しだ。外に遊びに行こう。君は大統領専用車を待っているところだ。防弾で爆弾にも耐える全く同じ車が12台用意されてる。さあ、昼食の時間だ。どでかいピザにケチャップをたっぷり、それにチョコレートミルクシェイクだ。どうやら退屈したみたいだね。緊急事態宣言でも出してみたら？キム・ジョンウンにちょっかい出してみようか。そうだな、すべてのアメリカ国民はアーノルドにお任せに登録しなければいけないという法案はどうだ？無事に帰ってきたね。今日のディナーはケンタッキーとコーラだ。トランプのこういう食事はイメージで、実際は違うらしい。だから彼は年収1ドルでこの仕事をしてるんだね。報酬は彼の給与だって？なんてバカなことを。で、1ドルをもらったけど、トランプの元の給料の4万ドルの税金を払わなきゃいけない。そのことは連邦政府に密告するそうだよ。
アーノルド、どっちの腎臓を売るんだい？なんだか不気味な場所だね。おや、停電かな？アーノルド、余計なことはするなよ。なんかヤバそうだね。逃げよう。なんてこった。どうやら13世紀に飛ばされてしまったようだ。しかも宗教裁判の真っ最中。まあせっかくだから楽しみなよ。宗教裁判の目的は異端者を捕まえることだ。あらら、彼は関係ないよ。はっはあ、彼らはスマホを黒魔術の道具だと勘違いしたんだ。まあこの時代じゃ無理もないか。ガリレオは地球が太陽の周りを回っていることを証明したんだけど、それはカトリックの教えとは完全に矛盾していたんだ。アーノルド、運が悪かったね。この当時、赤い髪の毛は悪魔と関係があると信じられていたんだ。最初は簡単な質問みたいだから、とりあえず椅子に座ったら。あ、おや、ごめん。これ拷問用の椅子だったみたいだ。ほとんどの自白は拷問の結果だったんだ。アーノルド、異端であることを捨てるんだ。宗教裁判では様々な異教徒が黒魔術と関係があると誤解されたんだ。そして彼らをカトリックに改宗させようとしたんだ。ほら、もうカトリックに改宗しちゃいなよ。そしたら自由だよ。実際に異端審問で改宗した人は解放されたんだ。おやおや、またかい？どうやら密告されたみたいだね。気に入らない相手を始末するために異端だと密告することはよくあることだったんだ。おや、今度の拷問は本格的だな。これはスペインの長靴、これは異端者のフォーク、これはユダのゆりかごだ。早めに自白した方がいいよ。これで君はネクロマンサーであり、魔法使いでノームだと認めたことになるんだ。よかったね、もう拷問はされないよ。異端審問では処刑されるわけじゃないからね。自白すると地域の裁判所に連れて行かれるんだ。落ち着けよ、火炙りなんてならないよ。ギロチンでスパッと切られるから。おお、ライターの火のことをファイアーボールの魔法だと思って、君のことをみんなが怖がってるよ。当時のカトリックは荒っぽいよね。それにしても、やあアーノルド、友達が来たんじゃないか？いや、これ絶対友達じゃないよ。今度は何をやらかしたんだよ。え、君じゃない？ああ、あのおばさんね。何やら凶悪な事件を起こして警察に追われているようだ。そんなわけで君はこれから24時間。おっと。FBI に協力するんだ。FBI で働く捜査官は約1万5000人。全米56カ所の拠点に散らばっている。訓練所である FBI アカデミーはバージニア州のクアンティコにある。100人のスペシャリストたちが新米捜査官の訓練を担当するんだ。ああ、パンツ丸出しじゃないか。FBI 捜査官はあらゆることに精通しなくてはいけない。何をやってるんだアーノルド、それはやらなくてもいいよ。 FBI 捜査官が武器の携帯を許されたのは設立から26年後、1934年のことだ。現在では射撃訓練は必須であるだけでなく、最も重要な訓練の一つだ。あー、一発は当たったかな。トレーニングで君の能力をしっかりと鍛えて、24時間 FBI 捜査官として働いてもらうぞ。なかなかいい成績じゃないか。さあ、これからアーノルドは2002年に設立されたサイバー部門で働いてもらう。最先端のテクノロジーを使って調査の仕事に携わってもらうんだ。アーノルド、必要な情報がもう見つかったのかい？おいおい、ドーナツを注文してたのかよ。やっぱりいつも通りだ。ほら、すごい怒ってるぞ。もちろんアーノルドじゃなくて、優秀な FBI 捜査官の活躍でおばさんの共犯者が見つかった。
バッファロー・ジョーと呼ばれる悪名高いバイカーだ。これから特別捜査に出発する。容疑者がいたぞ。すぐに確保するんだ。おいおい、君は本当に使えないな。逃げようとしてるぞ。すぐ確保するんだ。どうして倒れてるんだよ。え、漫画みたいだね。グズな君でも役に立ったじゃないか。特別に容疑者を尋問してもいいってさ。さあ、尋問して白状させてみよう。もちろん簡単には喋らないよ。何か考えがあるようだね。授業でもするつもりかい？うわ、これはきついな。やるじゃないか、アノルド。まさか君がこの筋肉ムキムキの大男を喋らせるなんて思ってもみなかったよ。さあ、アノルド、おばさんを捕まえるまであと少しだ。早速 FBI 捜査官になったようだけど、まるでダメな警察官みたいだな。君、行方不明のおばさんを探すんだろ？ほら、この資料の中から探すんだ。ここには5000人以上の髪の毛が証拠として残されているん。チャーリー・チャップリンとか、ジョン・レノンのものだってあるんだよ。さあほら、探して、おばさんの尻に盗聴装置でも仕掛けてくるんだな。そうすればパブロ・エスコバルみたいに何でも情報が入ってくるようになるよ。どうやら君のおばさん、ピザを頼んだようだね。チャンスだよ、アーノルド。潜入捜査に行ってこい。隠しマイクつけとくから大丈夫だよ。君の任務はね、秘密基地に入って装置を仕掛けてくることだ。さあ、頑張ってこい。あとは君次第だからね。大事なことは、できるだけ自然に振る舞うことだよ。おやおや、なんというチャイムだ。うん、家の中に入れたね。これはチャンスだ。アーノルド、行け。ほら、任務を思い出して、オフィスに装置を仕掛けるの。よし。慎重に潜入するんだよ。うわっ。問題が起こってしまったようだね。アーノルド、早く、なんとかするんだ。おいおい。アーノルド、早く逃げるんだ。あ、君のおばさん、思ったよりも危険だな。頑張れ、アーノルド。必ず誰かが助けに来るから。いや、なんてこった。君をずっとおもちゃにするようだ。お見舞いに来たのかい、アーノルド。優しいじゃないか。ナイスガイだ。気に入らなかったみたいだね。追いかけてたおばさんに今度は追いかけられるなんて、なんとも皮肉なもんだね。こちらはアーノルド。どうやら社会に貢献することを覚えた様子。ドーナツを狙ってたのか？君って最低だな。心配はいらない。君も今回は他人の役に立てるぞ。今世界は中国の下痢を引き起こすウイルスに汚染されているんだ。だが君の体にだけはワクチンがあるんだよ。世界の70億が君を探してる。195の国の全てのメディアに君の写真がアップされてるよ。もちろん警察のデータベースにもだ。しかも警察だけじゃない、世界最高の特殊部隊にもだ。 MI6 英国諜報機関、100年間ずっと24時間働き続けている。 ISI パキスタン軍統合情報局、世界最大となる1万人のエージェントを抱えている。そして CIA、 拷問が大好きだから気をつけるんだぞ。カナダ安全情報局、予算はなんと5億700万ドルを超えている。本当に捕まらないと思ってるのか？君の写真は全世界のソーシャルメディアにもアップされたんだ。もはやグレタ・トゥーンベリよりも有名なんだぞ。まあ彼女は君の人気を喜んでないだろう。とにかく君の血を最後の一滴まで他の人にあげるだけでいいんだよ。早速世界各国から最高の特殊部隊が来たぞ。アメリカ海軍のシールズ、フランス国家憲兵隊、中国の有機氷突撃隊だ。
まあばったり会った子供に捕まるかもしれないけどね。隠れても無駄だよ。ニューヨークだけでも2万台の監視カメラが設置されているんだ。カメラで写真を撮影して、顔の主な特徴である鼻、目、口の間の距離を比較する。このデータはフェイスプリントと呼ばれる人の数値コードに変換されて、データベースで照合されてるんだ。さらにダークネットではあらゆる場所の画像を買うことができる。喫茶店、病院、ショッピングセンター、 FBI 本部の写真もだ。つまり君がどこへいても5分以内に場所を特定できるんだよ。これを使うんだ。このメガネは LED が取り付けられていて、カメラから顔を隠すことができる。カメラから見ると顔がピカピカ光ってるからよく見えなくなるんだ。ほらバッテリーだ。それから変装もした方がいい。これはドーナツの食べ過ぎだな。お腹に大量のガスが溜まってるぞ。さあ思いっきりぶちかませ。よしよくなった。だが警察犬は汗の匂いの成分である酪酸の匂いで君を見つけることができる。そんなことをしても無駄だよ。たった 1g の汗でも警察犬は10階建てのビルの上からでもわかるし、15フィートの深さでもわかるんだ。しかもアメリカだけでも700万台のドローンがある。手を振り回してないで、この対ドローン特殊武器を使うんだ。この銃は広範囲に電磁波を発射するから狙う必要だってないのさ。こいつはドローンに電波干渉をするんだ。ドローンたちは基地からの信号を受け取れなくなるから制御が不可能になるんだ。こりゃいかん。大変な騒ぎだ。人混みの中に紛れ込むんだ。おーっと、キスカメラだ。最後に言い残すことはあるかい？百獣の王みたいに歩くのはやめるんだ。動物に敬意を払えよ。君だって祖先は猿なんだからね。進化が分かれたのはおよそ700万年前のことだ。森の中と草むらの両方に暮らすことによって、二足歩行とまっすぐ立つように進化したんだ。これによって手を使えるようになり、道具を使って火を起こすような大切な活動ができるようになったんだ。食べ物を料理することでよりよく、そして早く消化できるようになったんだ。しかもこれはより賢くて大きな脳を発達させることになったんだよ。まあ信じられないのも無理はないよ。でもね、進化はまだ続いてるんだよ。例えば食べる前に料理をすることによって顎が小さくなったし、人類の 20% はもう親知らずが生えてこないんだ。それだけじゃない。食事が改善したからホモサピエンスの身長は10センチも伸びたんだ。そしてこれは体重にも影響を与えたんだ。でも今の現代人にとって体の変化より座ったまま何かができるテクノロジーの進化の方が重要になったんだ。飛んだり、座ったまま冷たいビールを飲んだりね。次は何だろうね。ほら見て、これ科学者たちが発明したスーパーコンピューターだ。僕たちの未来を予測してメッセージを送ってくれるんだって。見てみよう。この100年間で地球上の人口は4倍になった。そして動物や植物の 80% を破壊してしまった。環境汚染は後戻りできないほど地球の気候をすでに変えてしまっているんだ。僕たちの未来は地球温暖化によって体が伸びていくんだ。肌の色は黒くなって、熱を逃がすために耳は大きくなるんだよ。おや、お隣のヘンリーにそっくりだね。実は15万年の間にホモサピエンスの脳はおよそ 200g ほど小さくなっているんだ。今も小さくなってるんだよ。快適な生活をしすぎて劣化してるんだ。ホモサピエンスもいつか知性を失うかもしれないんだ。やれやれ、これはこれは誰も気にしないとはね。この10年でやっと初めてのバカンスを堪能中。さあお楽しみの時間。申し訳ないけど君のバケーションはここで中止だ。イーロン・マスクのスペースシップが爆発したんだ。
さらに自慢のサイバートラックも大失敗。実は火星の植民地計画を進めていたんだ。その技術はこうだ。人間から水分を抜いてからカプセルに詰めるというものだ。水に入れたらほら、インスタントラーメンみたいだろう。この宇宙船には675億本のカプセル人間が積まれていた。つまり10倍の人間が地球に降ってくるんだ。これは君のせいじゃない。だけど君も無関係じゃない。人間が爆発的に増えると交通機関が全て麻痺して歩く方が速くなるんだ。人間は毎日 0.75kg のゴミを出す。つまり年間200兆トンだ。これは99個のグランドキャニオンをいっぱいにできるだけの量だ。それから発電所があちこちにできる。750億人が消費する1日あたりの消費電力は1250キロワットだ。これは8兆個の iPhone を十分に充電できる量だ。だがこれは大気に放出される CO2 の量が莫大になるということでもある。君が頭脳明晰でなくても毎日の電気がどんな風になるのかはすぐにわかるだろう。それから住む場所も非常に少なくなる。これが君の新しいルームメイトだ。男だけだぞ。子供を産むことは法律で禁止される。これを破ると死刑になる。この地球上には君の小さな子供たちが走り回ることはもうなくなる。まあ君には女性に対していい思い出はないけどね。ところでお腹は空いてないかい？全ての食品は合成のリサイクル食品になる。君が食べているのはトイレットペーパーから作ったものだ。1時間前に作ったばかりだよ。気に入らなかったなら仕方がない。今日はここで寝てくれ。 CO2 の増加により世界の氷河が溶け、地球の 35% の土地が水の下に沈んだ。食料を作るための畑が必要だから、人が住める土地は 1% 未満だ。足を伸ばして寝られるのはもうお金持ちだけだ。君の体が小さくて本当に良かった。インターネットのスローフリックスで映画でも見るといい。おや、今日は随分混雑しているようだ。君の順番は1250番目だ。人口増加によりインターネットの速度は 99.5% 減少した。おい、どこへ行くんだ？お金持ちの墓地は20階建ての立派なものだが、それ以外の人はそこらの空いている土地に埋められるんだ。さあ出発の時間だ。イーロン・マスクが海洋のゴミで作った箱舟で水に沈んだラスベガスに連れて行ってくれるらしい。ラスベガスは今や9000メートルの水面下にある。エベレストを登るように下に降りるんだ。じゃあゆっくり楽しんでくれ。厳格ならいくらでものんびりできるから。アーノルド、実験のしすぎで疲れているかな？気分転換に楽しい時間を過ごしてみたらどうだい？このリモコンを手に取ってごらん。3つのボタンがあるだろう。まずは最初のボタンを押すんだ。君は30億年前にタイムスリップした。この時代には単細胞生物しか存在しない悩みも屈辱もない世界。でも正直、君が人類の先祖になってしまったら未来の人間のことが心配でならない。ではこっちはどうだろう。2020年の地球、君は世界で一番幸せな人間だ。なんせ君が地球上でたった一人の人間だからね。さあアーノルド、どうする？おい、どこへ行くんだ？発電所で働く人がいないから電気ももう通っていない。つまり暖房も冷蔵庫も飲み水もないんだ。インターネットでサバイバルのヒントを検索してみたら、おっと待てよ、もうインターネットはないんだった。自分で考えるしかなさそうだ。ペットボトルの水の保存期限は2年だ。それと川の水を強いアルコールで消毒すれば飲めるぞ。食べ物は？賞味期限のない食べ物は米、粉ミルク、蜂蜜だけ。君に狩りができるようになるとは到底思えない。食事にバラエティが欲しいならメキシコに移住しよう。メキシコは暖かいから農業に適している。それに生き延びるためには医療技術も身につけなければならないな。初めて自分の体にメスを入れる気分はどう？生き延びるための基本的な問題をクリアしても完全な孤独との戦いが待っているぞ。アーノルド、どうやらなんとかなったようだね。それも一人で家を建てたり水処理設備で働いたり原子力発電所を監視したりしてる君にとっては煩わしい人たちの力なしで